はいどうも。今回はモダン、スクレッドドラゴンを使います。火の欠脈、サルカンを中核とした、ランプっぽいミッドレンジデッキです。精神石と合わせて、各種ドラゴンたちをマナサポート。素早く展開して相手を殴り倒します。相手の脅威は、雪崩しをはじめとした火力で対応。ドラゴン多いということで粒子の方向も採用されてます。主にトロンなどの特殊地形は、地染めの月と廃墟の地で対処し、2種のチャンドラでアドを稼いでフラットを防ぎます。それでは対戦の方にどうぞ。こちらゴテスタート。マリガンはないですね。キープします。相手ワンマリガンキープ。戦術ボトム。赤白ギルランショックインから。ゴブリンの先達召喚。速攻にテンパンチ。稲妻めくれて。2点もらって残り18。関節の山を置いてターン返します。総員の即装召喚。戦闘入って、2体パンチ。先達能力でトップめくり。山ゲットしました。じゃあ稲妻で先達除去ります。速走1点で残り17。エンドしてこちらのターン。山追加して、粒子の方向。ドラゴン見せて本体にも3点。相手残り15。山置いて。構えてエンドですね。廃墟の地セットしてエンドです。割り3点で残り14。廃墟打つならここでしたね。兵器とか入ってなさそうだし。相手ドロー王です。と思ったら溶岩の打ち込み来ましたね。残り11。エンド前廃墟起動。ギルランあります。赤マナ出して。破壊でサーチ。山持ってきます。相手も山セット。稲妻本体で残り8。関節の山置いて、ライハの失勢召喚。4マナ44飛行。こちらのドラゴンが対象にされたら、相手に3点ダメージ。相手エンド動かず。メインでリフトボルト待機。そしてエンド。こちらのターンです。山を追加して、嵐の息吹のドラゴン召喚します。2体でアタック。相手残り7。リフボル待機開けて、本体もらって残り5。相手投了です。廃墟聞いたかな。サ
再度は回復カードを投入。除去と突き減らします。それじゃ2本目です。再び後手。ドラゴンの爪あるからキープ。廃墟のせいで赤ダブルが少し心配ですが。まあなんとかなるでしょう。相手山セットから。リフトボルト待機。速攻生物じゃないのは助かる。山を置いてターン返します。リフボルで本体3点。フェッチを置いて。先達召喚。速攻2点パンチ。トップは爪2枚目。土地じゃないけどありがたい。もらって銃を。相手そのままエンド。戦術の岩礁セットして、ドラゴンの爪設置。別に関係ないけど、サイドにもドラゴン要素あるのなんか良い。相手フェッチを起動。赤白ショックイン。稲妻本体で12。着地させてエンドです。相手まず戦闘。先達パンチ2点。サルカンめくれ、それはいらないね。もらって残り10です。こちらのターン。廃墟の地置いて、精神石設置。続いてドラゴンの爪。相手スタックでボロスチャーム。本体4点前に1点回復。もらって残り7。2枚を蹴足し、あとは茶破壊火力持たれてるかどうかかな。今のままだと赤ダブルでないので、次のトップが土地かどうかも重要そう。相手まずは戦闘。先達で土地めくれてほしい。無色土地でもサルカン出すまではいける。雪崩しですか。まあ除去れるし回復できるし、いいのかな。残りライフ5。エンドしてこちらのターン。廃墟起動は、先達で見てからかな。ドローをします。戦闘入って。なんか知らんが音なりました。マジックと関係ないけど、ウィン10にしてから IME の挙動がおかしい。先達パンチでトップめくり。グレンチャンドラですね。あんまりいらない。とりあえず雪崩しを先達に。爪効果で2点回復。グレちゃんいらないので廃墟起動で混ぜます。相手スタックマナだし。破壊して土地サーチ。山持ってきます。相手も山セット。螺旋撃たれますが、爪で回復するので実質1点バーン。
もらって残り6。先達雪崩し。相手エンドしてこちらのターン。山置いて。火の血脈、猿冠召喚。爪で回復。猿冠、ドラゴン出すなら実質1マナキャストだし。ルーティングで余った土地や月を有効活用できる。スクリューとフラット両方防いでくれて、このデッキにぴったり合ってますね。猿冠マナから、ライハの失勢。さらに2点回復。ここまで来れば、あとは詰めるだけかな。相手のターン。フェッチ置いて。構えてエンド。まず戦闘。失勢パンチ。相手16。猿冠ルーティング。2枚目捨てて引きます。親速攻ドラゴン。まあいいか。精神石置いて。続いてチャンドラ。さらに回復。トップめくって2点バーン。相手残り14。相手ドローを、爪2枚がほぼシャットアウトしてますね。速攻ドラゴン2枚目。両方出せますね。サルカンから2マナ出して。チャンドラでも2マナ。嵐の息吹のドラゴン召喚。爪で回復。さらにブリンガー召喚。もっかい回復。相手ここで投了です。対戦ありがとうございました。土地24と精神石、猿冠合わせてマナ基盤30ですが、これぐらいあってちょうどいいぐらい。後半余っても猿冠で回せるし、廃墟の地はお試し。まああってもいいかなってところ。モダンなら対象に困らないし。でも4枚は多いかも、2枚ぐらいに抑えた方が丸いかな。トロンやバラが多いなら4で良いと思いますけどね。それじゃ今回はこの辺で。また次回。ご視聴、ありがとうございました。